TikTok の昔に、世界中に知られているのが、日本の IHI 社製の次世代ジェットエンジン、XF9 のプロトタイプです。今回は、このエンジンについて、新たに入手した情報も、合わせて見ていきたいと思います。日英での、次期 XF9 開発が、発表予も計上され、急ピッチで、実証実験も行うようです。このエンジンに、アメリカやイギリスが注目している理由がわかるかと思います。中国の反応も、なかなか興味深いものがありますよ。やっと、日本のテクノロジーに追いつけないということを実感したようです。2010年8月、防衛省、将来の戦闘機に関する研究開発ビジョンな提言を公表しました。この中で、次世代戦闘機 i3、i ファイターを、第6世代国国産戦闘機のコンセプトモデルとして提唱しました。この i3、ファイターの i3 が意味するものですが、高度な情報化インフォルムと、知性化インテリジェントされた戦闘機で、敵を瞬時インスタンタヌアに叩くという、三単語の頭文字ということです。この戦闘機の開発は、現在活躍している平成の冷戦こと F2 戦闘機の後継機として、三菱重工業を主体とする国内企業7社が進めています。別名として、F2 後継機なので、F3 と呼ばれたり、もしくは、FSX、次期支援戦闘機と呼ばれることもあるようです。防衛省が、2020年度、令和2年度、防衛予算で、開発予算を計上して以来、この i3 ファイターは、将来戦闘機と呼ばれていたのですが、前年2019年12月に公表された、我が国の防衛と、予算、令和2年度予算の概要案内での正式呼称は、次期戦闘機となっています。この次期戦闘機は、純国産化を目指しています。ですから、F2 戦闘機までは、国内で開発できなかったジェットエンジンも、純国産を目指し、2010年に、防衛省技術研究本部、現在の防衛装備庁は、今まで、アメリカ製戦闘機エンジンをライセンス生産していた、IHI と協力して、研究開発を進めていました。2018年、平成30年、6月にプロトタイプが完成し XF91 という名前を付けられて、防衛装備庁に正式に納入されました。XF9 エンジンは、次期戦闘機搭載目標に開発された低バイパスヒターボファンエンジンで、開発基本コンセプトはハイパワースリム。エンジンなので、大出力かつ本体はスリムにすることを目指しているのです。サイズのデータですが、空気取り入り口直径が約 1M、軸長約 4.8M で、推力は、通常で、11TF、108KN 以上、アフターバーナーを使用した時には、15TF、147KN 以上にも達し、タービン入り口温度は、1800度以上になると、推測されています。この推力性能は、F110 の推力を3割ほど上回ると言われ、アメリカ空軍の最新鋭ステルス製空戦闘機 F22 ラプターに搭載されている、プラット&ホイットニー F119 と比較しても劣ることはないそうです。ちなみに、ジェットエンジンのアフターバーナーとは、エンジンの排気に、もう一度燃料を吹き付けて再燃焼させることによって、もっと高い推力を得る装置のことです。アフターバーナーを使用すれば、高い推力を得られるので、緊急離陸時などに戦闘機で用いられますが、大量の燃料を消費するので、長い時間の使用はできません。エンジン開発については、IHI 中心に進めていく予定になっていますが、量産での経費削減、一層の小型化と性能アップに向けて、
ジェットエンジン開発に定評のあるイギリスのロールス・ロイス社との共同開発の方向で話が進められているそうです。ロールス・ロイス社といったら、同名の高級車が有名ですよね。でも実は軍事企業でもあるのです。現在、ロースル・ロイスは、イギリス主導で開発を進めている次世代戦闘機テンペストのエンジンを担当しています。IHI との技術提携によって、双方の戦闘機に搭載するエンジンの小型化と、部品共有による経費削減を図りたいという意思があるといいます。実際、これまで IHI とロールス・ロイスは、民間機用ジェットエンジンなどの共同開発や製造を行っていますから、2社の関係性は良いと言えるでしょう。巨大プロジェクトで担当企業の中がギスギスしていては、いいものは生み出せませんよね。XF9 エンジンを一層小型化できれば、次期戦闘機の機体に余裕ができますから、機体全体を小さくできますし、その分兵器の搭載量、や燃料の積載量を増やせるという利点が生まれます。ステルス戦闘機にミサイルなどを搭載する場合、敵レーダー並みの反射を防ぐために、機体内ウェポンベイの中にミサイルを収容するのですが、機体に余裕がないと当然ながら搭載できるミサイルの数は少なくなります。かといって、従来のように翼の下や胴体の下のハードポイントに吊り下げてしまっては、肝心のステルス性を損なってしまうので、大きな対艦ミサイル、対地ミサイルまでも搭載可能な大きなウェポンベイが望ましいと言われているのです。ハードポイントは、日本語訳で重量強化点、機外兵装ステーションと言われるように、軍用機の胴体や翼の下にあらかじめ設置されている取り付け部のことです。ということは、外から見ればすぐわかるということですね。確かにハードポイントがあったら、ステルス戦闘機がステルスではなくなってしまいます。だからこそ、内部のウェポンウェイの必要性が高いのです。以上のように、今後の成長に、いやが、大にも期待が膨らむ XF9 エンジンですが、この開発に戦々恐々としている国があるそうですよ。現は、つともお分かりですよね。お隣の軍事大国です。中国メディアの記事によると、中国では戦闘機用エンジンとして宇津奥義15の開発が進んでいますが、日本の XF9 の開発スピードが非常に速いので、先に実用化される恐れがあるとした上で、XF9 の高性能について紹介しています。加えて、日本の戦闘機開発技術は、今やアメリカと肩を並べつつあると、成長について指摘しています。指摘というか、かなり褒められているようにも感じるのですが、本気でしょうか？油断させようとしているんでしょうか？日本の高性能次期戦闘機出現の可能性について、大騒ぎをしている国が他にもあります。中国の次は韓国ですね。海自の P1 哨戒機に火器管制レーダーを照射した韓国では、日本が次期戦闘機を開発したら、即徳島、竹島を奪還に来ると大騒ぎしていると言われます。何度も言っていますが、竹島は日本領ですから、奪還という表現はおかしいんですけどね。韓国では、日本の次期戦闘機に対抗したのか、次期国産戦闘機 F21 ポラメ、若鷹の開発を進めています。日本より早く、試作1号機が完成したということで、2021年4月に華々しくに、製造工場からの出庫式を開催しました。
日本への当てつけのようににぎにぎしく行われたとか、ざまあみろぐらいの心境だったのではないかなんて邪推してしまいますが、しかし完成したはずの機体は未だに飛行できません。初飛行は来年2022年だとか。堂々と出庫式を行った後、即その新型機を地面を引きずって工場に戻したのです。これは一体何のギャグですかといったところですね。常に日本の上を行くこと韓国の国防と言われます。実際の動きを見ていると、日本が持つ兵器は韓国も必ず保有しなければならないという強迫観念を持っているかのようですね。リズも片護衛艦の空母化を決定した時には、対抗するあまりか韓国自体にはほとんど必要ない軽空母を建造するとまで決定しました。領海の狭い国に戦闘機を乗せる軽空母を浮かべてどうするんでしょう。金の無駄となりそうなことは素人目にもはっきりわかるんですけね。軽空母だけではありません。現在も不要と思われる源泉ですが、日本が保有する前に何としてでも保有しなければならないとばかりアメリカ相手にダダをこねるのがアメリカの同盟国韓国です。あまり日本ばかり敵視して対日本策に集中していると、同族の北朝鮮や昔の宗主国中国も黙って見ていないかもしれませんよ。中国は急成長する戦闘機分野を警戒しているそうですからね。いくら日本への盾としての韓国を優遇しているとはいえ、自分以上の軍備拡張を認めるでしょうか。またこと日本に関する嫌がらせでは協力するのが北朝鮮で、菅かといって韓国が軍事力を持ちすぎたら黙ってはいないかもしれませんよ。Thank you.